ドラえもんシーン、ダンジョンなどの特定の場所にはルーラストーンと呼ばれる素敵なシーンを見ています。ルーラストーンの近くでバッツの中を調べるとその後ルーラが登場できるようになります。ルーラはニュートと目に上がってかれるようです。 R にしながらバッツが隣になります。よし、次は行き先の選択だな。羽のマークのあるところが行ける場所だぜ。これがルーラだ。もう少し練習しとくか。ルーラを使って行ける場所すべてに行ってみな。特別に使えるようにしてやったから、ルーラを使って移動してみんな。ここしかないね。羽がある場所ここしかないね。他ないよ。今回特別に過去だと全てのルーラスを使われたりするというところ、全てのルーラを使ってどうしてもさんのこれの裏にやっておいてください。そろそろいいだろう。じゃ、実戦で試させてもらうぜ。あれがやられないようにやってくる魔物を全部やっつけな。マジですか。
攻撃や。攻撃やろ、あれ。マジで。頼む。俺の作戦に隙はない。消えろ、うん、あ、そうね。よっしゃ、ルーラー終えた。へへおーし、ルーラーの試練は合格だ。お前なかなか許じゃねえか。それでルーラーをバッチリ使えるんだった。敵が生かしたからやってくれるとは限らない。スキルをつけていたところから攻め込んでくるぜ。だからルーラーを使って臨機応変に立ち回ることができるや、どっか敵がやってこよう、どっかな敵がやってこようが対処できる。ガッハ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 ッ。あとは実際にガンガン使ってしっかり自分のものにするんだったな。忍者頑張れよ。ありがとう。おう、うん、では、ああ、水の粉の場所が示されている。そうそう、そういった。あの城に描かれている祠はな、この試練の祠の仲間みたいなもの。特別な空間に繋がっていて、強い敵は珍しいものを戦うことができる。だからダメするよ、ぴったり。諦めてやりたい。ディルク様。ぬはは。うん、うん、ぬはははは。わかりました。おお、また来てくれよな。
負けないわ、絶対。勝つためには頭を使わないとな。数字さえ黙ってさ。おう、よく来たな。また来てくれよな。ご協力お願いします。お疲れ様でした。お気をつけて。わしによご飯よいかね。焦るでないぞ。頑張るとするかの。おお、見事。焦るでないぞ。頑張るとするかの。やった。おお、見事じゃ。また来るがいい。
よい。よくぞ来た。ではな。おお、よく来たな。ほらよ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 。また来てくれよな。おお、よく来たな。また来てくれよな。やばい、集中したら言葉喋らなくなってくるね。実況じゃなくなってくる。魔物が挑戦もしてるよ。うわ、メタルハンターすごい。前後ろからも魔物が私たちを追ってきたようです。挟まれたようだ。これってまずい状況よね。ねえ、どうするの？作戦は考えてある。まず俺が前方の魔物に向かって切りかかる。その隙に残りのみんなは広場の左右に分かれて武器を構える。そして俺が、また長いやつ。要は魔物をこっちにおびき寄せて挟み撃ちにしちゃおうってことよね。そうだ。それじゃあすぐに。ちょいただいて、邪魔できにしよう。ゼシカ、こっちは片付いたでガス。マジでガス、こんなとこで何をぶちかます気でゲスか。みんな、シャルでガス。怪我がなくてよかったでゲス。これでスッキリしたわ。って、あら、もしかして私ちょっとやりすぎちゃったのかしら。ちょっとどころじゃないでゲス。あとちょっとで巻き込まれてお堕落するとこだったでゲス。はいはい、すいませんでしたっと。もうこれだからおっさんはちょっとのことでガタガタうるさいの。おっさんって言うな。足にはヤンガスっていう立派な名前がある。助けてくれてありがとう。あなたたちは？信じてもらえないでしょうけど、私たちたった今別の世界から来たところなの。私はゼシカ、こっちのおっさんはヤンガスよ。この世界の魔物たちに異変が起こってるんでしょ。その原因を調べてほしいってある人じゃないか、友達に頼まれてるのよ。またしても別世界を。
体どうなっておるんじゃ。しかもアリーナやテリーたちと違ってこっちの事情をすでに知っているようですね。まあそういうわけでちょっと先を急いでるの。それじゃあね。ちょっと待つでガス。勝手に行くんじゃねえでゲスよ。なんだか不思議な人たちね。面白いじゃない。ほらあそこでまた喧嘩してるわ。道が分かれてるからどっちに進むかで揉めてるのよ。人ごとではないぞ。わしらもどっちに進むか決めんとな。やだ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 。コツったらコツよ。村長さんちに近いなコツムシ。女の勘がそう告げてるの。いいや、コツムシの方がいいに決まってるでガス。元山賊の勘がそう告げているでガス。ああもう聞き分けのようないおっさんね。いいよ、じゃあ別の手に進みましょう。この先の村長さんちで合流ね。それじゃあちょっと待つでガスよ。後ろたでガス。まあですから大丈夫でガス。明日は自分の勘を信じて進むでガス。ちょっと、あの二人別々の道に走って行っちゃったわ。大丈夫。俺たちはどちらか一方に合流しよう。戦力の分散は敵の思うつぼ。それにもうまた長いやつ。早くどっちかに決めて追いかけましょう。全部やっつけてやるわ。手伝ってくれるでゲスか。ありがてえでガス。村のあちこちで魔物が暴れているでガス。とっとと追っ払ってやりやしょう。村人の身の安全が第一じゃ。魔物を倒し全ての家を守り抜くぞ。スマイルロ、助けるというあっしの神器に従っただけでガス。かっこいいな。ナイス。よし、バカビだぞ。炎の破壊力ってすごいのね。私も使ってみようかしら。姫様、そのような野蛮な武器をお使いになるなどもってのほかですよ。となるとあっしは野蛮な武器を使う野蛮なやつってことになるでゲスな。いや決してそんなことは。やっぱり一人じゃ心配でガス。勝手なことをして心配させるのもほどほどにしてほしいでガスよ。やばい村が死ぬ。
腕が進まない。やば、もうひと踏ん張りでゲスよ。最後まで気を抜いちゃいけねえでガス。読めた。わあやべ。この時は効果ないよ。イガブレイク。片付いたな。マジかこれ、やばいね。あったあったあった。向こう。バカだぞ。ルーラ登録したい。トゲトゲトゲ、間に合い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 、ルーラ登録させてくれ。あー間に合わない、捨てた捨てたか、危ねえ。ギリギリ勝つためには頭を使わないとな。頭を使わないとな。よし、このままの片付いた。いや間違ったら俺たち進みかないか。俺はこの先も面倒なものの足を狙ってた。もちろんでガスと言いたいところでガスが進んだ。ここの村長に会わなきゃならないんでガス。村長に会われていくことであれば喜んでることも不要でガスよ。ちょうどよい。わしはその村長とのを救出するとやってきたのじゃ。ならば進めしないと思う。あ、天理が。だ。危なかったね。来るなんて、だってジェシカに自慢してやるでかす。そういえばジェシカはどうするんでかすかね。気が強くてちょっとわがままなところがあるやつなんで、あっしなんかをしょっちゅう喧嘩してまうんだ。それでもやっぱり姿が見えないと心配になるんでかす。やばいね、ジェシカホースで一人だけあれ戦場におられる。ライディン、
く来たな。また来てくれよな。ご協力お願いします。報告してなかった。お疲れ様でした。ゴールドフォー、お気をつけて。おお、よく来たな。ゴールドフォー1500。ほらよ、また来てくれよな。やっと交流できたでガス。村を襲ってた魔物は一通り片付けたはずよ。あとは出た骸骨剣士じゃない。そこにいる魔物を倒して村長さんを助け出せば。なんだか、ボストローラスターキムラもいる。そう簡単じゃないみたい。まだ面倒なのが残ってたわ。いや、単に面倒なだけじゃないぞ。屋敷へ進む道にも魔物がいる。つまり全部いっぺんに相手にしないとダメってことでしょ。望むところよ。囲まれた時はお互いに背中を預けて戦うでガス。仲間を信じて目の前の敵に集中するでガスよ。私の背中ちゃんと守ってよね。ああ任せとけ。足の出番でですね。あら、バリスタじゃない。ここに設置されていたのね。多くの矢を同時に放てる強力な装置よ。うまく使えば有利に戦えるかもね。バリスタにスターキムラをやっつけよう。このスターキメラってやつは魔物ながら賢いでゲスな。それにただのキメラに比べて随分派手な色でガス。たとえ魔物でもキラキラ綺麗なやつはつい欲しくなるでガス。はいはい、やっつけたら好きにすれば。まったく緊張感がないんだから。スターキメラしら。足なんか食べてもまずいでガス。クッキーされるのはごめんでガス。
ありがとう。大したことなかったな。死んできた。なんとか一件落着でガス。みんなで力を合わせたおかげでゲスよ。ええ、ほんとね。あ、お屋敷から誰か出てきたわよ。おお、村長殿、無事であったか。これはディルク様。大層勇敢な援軍が現れたと思い出てまいりましたが、まさかあなただったとは。我が村をお救いいただきありがとうございます。王でありながら前線で戦われるその尊き精神、必ずや精霊たちの祝福を受けましょうぞ。そのような大層な言い方をされるとこそばよくて仕方がないわい。しかしディルク様がはるばるシーラまでいらしたということは、王都や他の町でも魔物たちに異変が起きているということですな。その通りよ。今や異変は各地に広がっておる。わしらは町を救いながらその原因を探っているところなのじゃ。ねえ、あなたたちってエルフよね。エルフは長生きで物知りだって言うじゃない。この世界の異変について何か知ってることはないのかしら。異変が始まった時から我々も懸命に過去の記録を調べているのですが、今回の一件と関係のある記録は手がかりなしでガスか。やっぱりことはそう簡単に進まないみたいでゲスね。エルフの村長に会えば原因がわかると思ったのにね。その魔物は、バカなこと？バカハミラン、大丈夫、みんなを襲ったりなんかしないよ。あ、ダメだよ、これは誰にも渡しちゃいけないんだ。パパにもらった宝物なんだから。失礼。この魔物が被っている冠が光の腕輪にとてもよく似ていましたので。光の腕輪？この世界を形作る大いなる力、光と闇の力を封じた一対の宝があります。そのうち光の力を封じたものが光の腕輪と呼ばれています。光は闇を照らし悪しきものを清める力、それゆえに光の腕輪があれば魔物たちの暴走を止める手がかりとなるかもしれないと思ったのですが。じゃあホミロンの冠がその。いえ、どうやら勘違いだったようです。私の見た限りその冠からは何の力も感じません。よくできた偽物でしょう。偽物じゃないよ、大切な宝物なんだ。かわいいね。とにかくその光の腕輪というものがあれば魔物たちの異変を止められるかもしれないってことだな。じゃあ光の腕輪を見つけられれば異変の原因が何なのかも分かるかもしれないってことかな。ねえ、二人
人も私たちと一緒に行かない？目的も同じみたいだし、力を合わせましょうよ。それにホミロンも随分懐いちゃってるし。実はあしもこいつとさよならするのは寂しいと思ってたとこなんでガス。それはよい。そなたたちもどうやらこの世界の謎を解きたがっておるようだからな。どうじゃ、一緒に来んか。そうね。それじゃあお言葉に甘えてご一緒させてもらうことにしようかしら。みんな、よろしくね。やったよ、協力やこの二人。それが鍵になるってことは分かったけど、一体どこを探せばいいのかしら。見当もつかねえでゲスな。お宝に敏感なアスの勘もアスの鼻もなぜだか聞かないみたいでゲス。はいはい。これだからおっさんは肝心な時に頼りにならないんだから。だからおっさんじゃねえでゲス。まあまあ、光の出は何かについては私たちもさっぱりだけど、関係のありそうな情報ならあるよ。そうか、光の種族。ああ、なんでも光の神様の力を受け取る特別な種族のことらしいんだ。ああ、それでガス、しかし光の出はと関わりがあるに違いねえでガス。どこに行けば会えるんでガスか。もう出会ってるかもね。その種族って言われている人があなたたちの目の前にいるわ。落ち着いて。私たちのこと光の種族だって決めつけてた変な奴がいただけなんだから。ああ、その通り。光の種族だなんて聞いたことがなかった。実は光の出はなんて思ってたんだ。そうなんでですか。あっ、そしたことがついに取り乱してしまったんだ。でももし本当にあなたたちの光の が光の種族なら、光の出を見つけられるのはあなたたちのようだけど、一緒に行くことにしてよかったわ。これから頑張りましょう。よっしゃ、ヤンガスとゼシカ仲間になった。この際もかなり強いわ。ねえ、やった。ゼシカは無視を使って広範囲に敵を素早く攻撃できます。敵を巻き込んで集める技もあるので、うまく活用しましょう。ゼシカの時に疾風神雷は威力の高い巨大な威嚇として起こします。敵を集めたところに放っているでしょう。ヤンガスは斧で豪快に戦います。四角や三角を長押しすると連携の攻撃のダメージを飛躍的に増やします。ヤンガスの時、蒼天マザーは遠くまで届く強力な衝撃を放っています。離れた敵を狙い撃ちしましょう。めっちゃ強い。やっぱ蒼天マザーって強いよ。レベルアップはしてない。いや、めっちゃスキルポイントだね。違う、ゼスカの方がいい。ゼスパッチングから。呪文ボートとかあるやつ。まとこない。あったらいい。あ、シャドウ覚える。まあ、シャドウ覚えさせた。まあ、シャドウ。アップルダン。あ、支配ないじゃん。呪文を跳ね返す。
よく来たな。新しい武器、最新武器装備装備すげえ。また来てくれよな。おう、また来てくれよな。いらっしゃい。おう、守備力が2高い方か。三河製です。あいや、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 ありがとうね。いらっしゃい。ありがとうね。あいや、あいや、ありがとうね。ご協力お願いします。スライム似合ってた。頑張ってくださいね。笑い袋に笑いバーナー、笑い袋に60匹。頑張ってくださいね。犬小屋作りに必要なもの、そこで報告できるやつ。頑張ってくださいね。理想の庭に必要なもの、頑張ってくださいね。清流の搾乳を、頑張ってくださいね。黒の搾乳を、お気をつけて。ご協力お願いします。速攻でクリア。お疲れ様でした。お気をつけて。ホイミストーリーに新しいですから、デホイミを満たせるようになりました。ようこそ。さあ、神に祈りよ。さあ、神に祈りよ。神のご加護があらんことを。ようこそ。さあ、神に祈りよ。消したのもったいなかったね。神のご加護があらんことを。
空で一旦中断しますかね。最後まで見ていただきありがとうございました。